こんにちは、荒木和弘です。今日2月16日は何の日だかご存知でしょうか。知る人ぞ知るキム・ジョンイルの誕生日です。北朝鮮では大事な祝日の一つということになります。1941年生まれ、公式には42年になってますが41年、ということだそうで、ということは、今年ですね、2003年ですから、じゃあ2023年ですから、生きていたとすれば82歳ということになります。死んだのが2011年ちょうど70歳の時ですね。さて皆さん考えてみてください。なんでキム・ジョンイルは70歳で死んだんだろうということなんですね。で、北朝鮮では最高の医療を受けているわけですね。一番いいものを食っているわけで、もう当然医者も何人もついてですねいるわけですから、ある意味で言うともう一番大切にされている人なんですけれども、それが70で死んだのはなぜなのか。で、死ぬ3年ほど前に脳血管障害を発症します。で、右半身が不自由になるという状態だったんですね。年齢から言うと今の私と2つぐらいしか違わないです。それはまあ私だっていつどうなるか分かりませんけども、それにしてもちょっと若すぎるですね。で、カン・チョルハンさんは、やっぱりなんだかんだ言ってもものすごいストレスがあったんではないかというふうに言ってます。それ確かに本当にそうだろうと思いますよね。もう散々パラ粛清とかやってきちゃったわけで、後ろにもう背後霊が山ほどですね、もう超満員になってるわけですから、そういう状態の中でストレスを感じてきたということはおそらくあるんだろうと思います。でも考えてみれば、自分の父親のキム・イルソンが死んだのはですね、結局キム・ジョンイルが死に追いやったという言い方で間違いないだろうと思います。結局父親と衝突をし、そういう中でキム・ジョンイルをキム・ジョンイルはですね、父親の主治医などをこう外したりして、そして最後発作が起きた時に救わないということをやったわけですね。で、要はそれが因果応報になってしまった。キム・ジョンイルもやっぱり死ぬ時にキム・ジョンウンと衝突をしていたというような話です。キム・ジョンイルは病気になってからですね、このキムファミリーも日本の皇室みたいにした方がいいんじゃないかということを言ってたという話があります。余計なお世話でですね、日本の皇室と一緒にしないでくれと当然言いたくなるわけなんですけども、それが彼としてはもう権力闘争やなんかの渦の中でですね、生きていくのはくたびれたっていうことはあったんだろうというふうに思います。で、そのキム・ジョンイルよりも今ひどくなっているのが今のキム・ジョンウン、ということなんですね。で、もしキム・イルソンの後継者がキム・ジョンイルでなかったらどうなってただろうっていうようなことをちょっと考えることがあります。で、その場合うまくいけば北朝鮮も中国みたいな集団指導制、みたいなことが可能性としては低いんだけどもできたかもしれない。で、そうすると少しはですねまともな方向に行った可能性もあったかもしれません。でも、父親が自分のライバル全部ですね粛清したり追い出したりしてですね、で作った権力ですし、でもともとはもう全部嘘をですね、伝説の抗日闘争の英雄キム・イルソン将軍ということをですね、要は灰乗りみたいなことをしてしまって、指導者になる、それも自分でなったというよりはスターリンが任命してなる。で、その嘘で固めた抗日闘争の中で白頭山で生まれたということで、キム・ジョンイルは今度は聖火まであんなところに作っちゃうわけですね。で、それだけのことをやって全部嘘でやってきたわけなんで、ということはキム・ジョンウンも当然嘘で作られてるわけですね。本当にこのキム三代のファミリーのですね、を見てると、あれだけの栄誉映画というか、独裁的な権力、そしてもう簡単に人を殺せるというような力を持っていながら、決して幸せではなかったんじゃないかなというふうに思います。
で、彼らが幸せでなかった以上に北朝鮮の人民ははるかに幸せじゃなかったわけで、まあ本当にですね、ひどいもんです。いつ、ね、幹部だっていつどうなるか分かんない。これは韓国の友人のドヒユンさんが言ってましたが、まあ、彼が連絡を、まあ、今取ってるのかどうか分かんないと、まあ、北朝鮮の幹部、でですね、まあ、お父さんがかなり上のクラスだったみたいな人物なんですけども、もうそれでもですね、そのキム・イルソン、キム・ジョンイルなどに呼び出された時、なんていうのはもう本当にもう精神がもうなんていうんですかね、こう本当に緊張感というのがすごかったと、あるいは会議に出る時とかですね、もういつ自分がですね、粛清されるかも分かんない、ということだったというそうです。だから本当にもう誰も幸せになれない国なんだよなという感じがしてます。まだ日本の時代の方がですね、よっぽど自由で豊かだったんじゃないだろうかということすら私は思うんですね。まあこの北朝鮮の状態も今のままいつまでも少なくともこの状態を続けさせておくことには絶対いけないと思います。2月16日キム・ジョンイルの誕生日にあたって改めて体制を変えてしまわなければいけないと思う次第です。一層のご協力をよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。